はい、サウジアラビアの首都リヤドの近郊にある砂漠に、はいはい、取材に出かけてまいりました。はあ、まあ、せっかくね、なかなか観光ビザが下りない地域なので、はいはい、呼んでいただかないとなかなか入国できない地域が多いので、はい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 、せっかくだから全て本来観光客に開けてないところをオープンしてあげるから、どこにでも行きたいところを言いたまえって言ってもらって、あっちだこっちだって指定させてもらって、はいはいはい、せっかく行ったんで、そうですね、いろいろ連れて行っていただきましたね、はい、この絶壁登って行ったんですよ、車で。そうですそうです。なんかね、次のその写真がですよ、はい、このこれ死ぬかと思ったよね、行く途中。これもうやばかったっすよね、車が。後悔しかなかったの、はい、道中どういうことですか。だって道が途中でなくなったりしてて、はい、みんな車しがみついてやべえやべえって感じです。でそれを乗り越えていった先がこの切り立った、はい、崖の上というか。あ、崖の上はあの私ですね。あ、こちら志田さんなんですね。なんかすごい命がけでなんかゲーム作ってる人みたいな感じですねこれね。ちょっとこれをね拡大したところがありまして、はい、このカメラをこう下に向けてるっていう。そうですね、この人は何をやってるんだろうっていう写真ですけどね、これ。地面を撮っています。地面撮ってます。はい、その撮った時の写真があるんですよ、はい、ほらってつまらない。取材です。これを撮るのが仕事ってことなんですね。仕事です。はい、はい、なんかね、他にも砂の写真が何枚かこう続くんですよ淡々と。ほら、本当に地面しか写ってないですけど。そうですね、はい、まあ本当にいろんなところね、その我々10人行かせてもらったんだけど、はい、どこへ行ってもまあちょっと観光的に撮るじゃないですか。はいはい、志田君ずっとねこう地面掘り、木のドアがあると木のドアをこうフレームに入れて通り、ひたすら何地面とドアしか撮ってないんじゃない、壁と地面とドアしか撮ってない、ね、まあ、なかなかないですかねこんな機会。まあないんだけどね、はい、それが志田さんにとっては多分宝の山ってことなんですよね。もう 大好物ですね、大好物、はい。でまあ、これ以外にも、はいはい、出張の時に写真を結構たくさん撮ってきたので、うん、全部テクスチャ化してますね。はい、それがまあこんな感じですね。すげー、いろんなバリエーションになってますね、はい、うん、結構収穫がありました。これで結局何枚ぐらい撮ったの。多分1000枚以上は撮ってますね地面を。地面、あと壁とかですかね。職業病というか。あ、そうですね、はいはい、確かに、はい、でも多分それ見て嬉しいんですよねきっとね。だいぶもうホクホクですよこれで。あ、だってね、例えば次のもそうだけど、はい、ちょっと次のスライド見ますか。ね、はい、嬉しそうなの吉田さんここはいいですよって俺には何の良さがあるのかわからないんだよね。わかりませんかこれ。わからないよ